こんにちは、ドクターネックスです。さあ今日は5周年ピックアップガチャで手に入れましたハロウィンリリネット、トリックオートリート。はい、まずは覚醒から。はい、それじゃあレベル200まで持っていきましょう。こちらです。こちらがレベル200まで強化したハロウィンリリネット。所属はアランカル、キラーはアランカルキラー、必殺技トリートミー、お菓子めがけて突進し、カゴの中身をぶちまけ、温かい傷に絶大ダメージを与える。ソウル特性は被ダメージ 16% ダウン。バトル要因、レイド要因ですね。通常強攻撃、必殺は20、30、20アップ。で、被ダメ 16%。通常攻撃1つアップ、緊急回復プラス1、スーパーマー、回復全体。このキャラではその回復ですね。バトルキャラでありながら回復があるっていうのは、宇野花さん、過去は目立ってましたけれども、今のバトル環境で、要は橋割対策になりうるキャラだと思います。というのも、即属性で、橋割るとか力なんでダメージが減っている状態で、なおかつ回復で耐えて、で、10秒間をしのぐっていう、今のバトルはいかに10秒しっかりしのげるかっていうところだと思うんですよね。だからここでリネと回復が入れられると結構いいんじゃないかなと。僕はレベルが2なんで、ね、導入はしてませんが、これがレベルマだったら全然、チャドに変わってこいつでもいいんじゃないのって思うレベルですね。で、ここに即のリンクとして、火だめの、天性の天パチ、天性の真っ白とかやると相当いいと思いますけどね。お菓子くれないやつにはいたずらしてもいいんだろう。リネットジンジャーバッグ、仮装もバッチリでハロウィンを満喫中。お菓子ゲットとお菓子ゲットとある目的を果たすためレコムンド中を駆け回る。カゴの中身はもらったお菓子とお気に入りのぬいぐるみ。お菓子ありすぎでしょ。実際使ってみましょう。危ねえ何もついてねえ。まあ、このキャラはバトル要因、レイド要因なんでチャピ済みでいいんじゃないかなと思います。消えるとこだ。はい、で、まあ、バトルだったら火だめガン済みなとこですけれども、これは攻略なので、25%アップ、3個済み。
まあ通常の距離としてはまあ最近のキャラと比べるとちょっと短め、今日1スリーウェイかな。そうね、回復、今日3、まあ、そのチャピ済み前提だと、まあ、強攻撃はガードを崩し用のという認識です。これの判定は短いじゃあ減らない必殺技。あ、お菓子だ。こっちにも全部私のもんだ。あー思い出した、そうルーが出たってことだ。あーなるほど、あれじゃあガードは崩れへんのか。キラーが刺さんなくてもこんだけねダメージが増えるってことだか、強いですよね。この辺ガード向こうがあると楽だなって思いますよね。まあアランカルキラーのグルバトの時にアランカル遠距離っていう時に通常ヒット数アップのキャラクターが砂漠イチゴ、そしてハロウィンリリネット、あと他に誰がいたかな。そうか、ここはこうやって見た方がいいか。アランカルキラーで青攻撃、通常ヒットスアップ。あーそうか、ここが今回新たに加わりましたけれども、層が薄かったんですよね。でなおかつ速なんで、最後の力属性に対してよく刺さるんで、重宝できるキャラクターなんじゃないでしょうか。単純に即アランカルキラーの中ではまあバトル要因としてはこっちの方が
能力的に高いんで、通常20、30、20状態上はつかずっていう中だったら、まあ水着ハリベル様の方が強い、まあこっちの方が正しいですけどね、ハリベルの方がね。まあ、その他で見ても、まあ、幸いここは即アランカルキラーは5周年ビアクやと競合しないところなんで、まあまあまあ、まあ、普通に共闘で使うことはあんまないかな、このキャラは。あくまでバトル、グルバト、そしてレイドで使えるキャラクターかな。でチャドを超えられる必殺技レベルであれば、そうそうそう、これそう初心者向けに言ってもだな、バトルでこの子は使えます。で、即属性でより必殺技レベルの高い海岸が進んでるキャラをバトルに組み込んだらいいと思うんですけども、このキャラがレベル高くて海岸が進んでるんであれば全然こちらバトルの、トップメンバーになると思います。さすがにね、総体調リーグって使ってる人はいないんじゃないかなと思うけども、総体調にはいないね。体調のトップクラス、あ、でもいるよね、そこら辺には出てきてもおかしくないと思うよ、やっぱ。でもまだ今一人だけだけど。ハッシュバルト対策にね、レベルの高いリネットは全然ありだと思うんだよな。100位までで一人でしたけど、僕の周辺100人で、あー、ごめんなさい、ここに一人ね。で、数は少なくても導入してる人はいますよ。僕は全然ありだと思います。見て抜けがくかもしれないけど、3人ぐらいかな。まあ導入してる方も実際にいらっしゃるというところで、トリックオートリート対ハッシュバルト要員としては僕は優秀だと思っております。くれないやつにはいたずらしてもいいんだろう。はい、今回はここまでになります。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。